はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズの16弾ですね、お送りします。で、まあ図形4問やっていくんですが、まあ実際の受験問題なんだけど、あの3番に照明があるんですよ。で、照明は一応照明シリーズっていうのも撮ってるんですよ。なので抜こうか迷ったんですけど、まあ流れとしてまあセットでね、そのまま出したいなと思って照明も入ってるんですが、まずは一回ね、ここで動画を止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、まあチャレンジしてもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあね、画面下げますのでお待ちください。ちょっと画面動きますよ。よいしょ。ほっ、うんね、完全に後ろが映ったね。この辺でいいかな。よっしゃ、じゃあまず1番から1番ね、からいきましょう。で、まず、情報が、まあ、円のね、図は書いてあるんですけど、情報があって、AB と FE が平行なんだよね、ここ。とか、はい、平行で、AB が6ルート3。これは書いても平気か。ここね、6ルート3で、AC が12。ちょっとね、ここ書いちゃうと、なんか、ごちゃごちゃしそうなんで、こっち書いてもね、AC イコール12でしょ。で、AD イコール9。まあ、AD はいいから、外だからね。ここが9。の、ADB が60度。ここが、60度となってます。で、この状態でまず1番、線分 BC から、ここですね。から行きたいと。で、まあ、これは、どこの図形を使うか、それぞれの問題ね。1番ではどこの図形、まあ、に注目するか。2番はどこの図形に注目するかっていうのは大事です。で、まず1番に関しては、この三角形 ABC で勝負します。ABC。で、今回、書き込んじゃうと、どんどん使えなくなっちゃうんで、こっちに取り出して説明していきますね。で、ABC。まあ、ちょっとね、完璧にはできないんで、まあ、似たような感じと思って、ちっちゃって思うかもしれないけど。で、ABC あるでしょ。で、今、AB が6ルート3って分かってる。で、AC が12って分かってて、ここの BC 分かんないんで、まあ、X にしときましょう。で、なんで今回ここ使うかっていうと、今、ABC っていうのは三角形に内接してます。中でくっついてる。三角形でトントントンってくっついてるでしょ。で、内接してる三角形の時に、一辺が直径を使ってるので、必ずここが90度になるんです、これ。これ、円周角の定理で習うやつね、3年生の。だから、90度になることによって、三平方の定理が使えます。直角三角形だから。で、斜辺ってここでしょ？まあ、よく滑り台って言い方しますけど、ここ。ここの2乗、つまり12の2乗、144は、これ12の2乗ね。この2乗、6ルート 3×6 ルート3なんで、6636と、ルート 3× ルート3が3になるから、36×3、108か。108、プラス、ここの2乗。これ3平方の定理です。で、あとこれ解きます。x2 乗イコール、まあ、整理すると36か。で、2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがつきます。ルート36っていうのは6と同じなので、プラスマイナス6です。ただし、今は辺の長さです。長さにマイナスはありえないので、答え、使うのはプラスだけ。つまり、BC イコール6センチメートル。これが1番。これで終了となります。書いとこうか。ここ6だね。でね、まあ、この時に、まあ、自分がやった時はね、この時に、あ、三角形 ABC って、ここが30度、ここが、60度、90度、あの三角定規のやつね、の直角三角形になってるんだ、っていうのを思ったんですよ。で、これに気づけると、ちょっと楽になります、後ほど。で、自分が気づいた理由は、ここが6になったんで、1対2対ルート3になってるんですよ。あ、三角定規って1対2対ルート3だからね。だからこっちの三角定規は。これ6だからさ、2倍して12だし、これ3とルート3かけたらなってるなって。で、そう思ってもいいし、今ね、ここと、ここをスタート地点、A と B ね、スタート地点で、D のとこにこう線出すじゃん。円周角で。そこと、同じスタート地点から、ここに、出してるから、ここ60度なんですよ。円周角の定理で。こことここ一緒だからね。
なんで、90度、60度、30度なんで、あの三角定規のやつになってんだね。ってのに、先に気づいた場合は、こうやって、この計算をしなくても、もうね、先角度わかってるからさ。例えば、さっきも言ったように、ちょっと書き直そうか。このね、90、30、60の三角定規は、1対2対ルート3って決まってるんですよ、辺の比が。で、今、x と12って例えば分かってるから、x 対12は1対2みたいな。で、これ解いてもらったら同じように6になるので、それでも構わないです。どっちが先でもいいんですけど。まあ、こんな感じでやってみてください。で、2番。これちょっと、あれだな、4も入るかな、番章。df を a だっけ?だね。df を a と置いたときに ef。これを a を使って表しなさいと。で、df ここだよね。ここが a なんだって。で、ef ここ出したいんですよ。で、これはどこに注目するかっていうと、三角形 abd です。ここを使っていきます。ちょっと斜め気味出そうか。よいしょ。で、なんでここを使うかっていうと、もうこれが平行になってるからなんだよね。これも3年生で勉強する相似のところで出てくる比の計算です。で、今、ここが A なのね。A。DF が A だからね。で、ここ全体で9ですよね。こう9。で、ここが6ルート3って分かってます。ここね。で、EF が分かんないから、まあ EF はじゃあ EF って置いて計算していきましょう、今回は。まあもちろん文字で置いてもいいんですけど。で、この時は、まあ、この三角形、尖ってる方ね。この三角形と大きな三角形で、辺の計算できるんだよね。だから、ここ対、A 対 Q が、ここ対ここって計算ができます。いい ?A 対 Q。だから、A 対 Q、ここね。ここ対ここが、ここ対ここ。EF。対、6ルート3。こうやってやります。で、あとは、なんか外外で書ければいいから、まあね、EF そのまま使うのはちょっと違和感あるかもしれないですけど、QEF。で、こっち書けると、6ルート 3A ですね。で、両辺9で割れば、こうなりますよね。で、これは、ルートの中の世界のものと、ルートの外の世界は約分ができないので、ここで約分してください。3と2ってね。だから、EF は3分の、上でいいか。2ルート 3A。ちょっと変なんですよね。3分の2ルート 3A で、これで終了となります。いいかな。まあ、A を使って表せと言ってるんで、これ A を入れて答えてください。で、3番、証明ですね。BCD。これも書き込んでも大丈夫かな?次に影響しないもんね。書き込んじゃうか。ここですね。BCD。こいつと、AFE ですね。この2つの三角形、相似を行きたいと。で、これ個人的な意見なんですけど、受験で出てくる相似の証明って、80% ぐらい。まあ、ちょっと言い過ぎかなわかんないけど、結構な確率で使う相似条件は2組の角度です。が多い。特に円を使ってるときは。なぜかっていうと、円周角使うことによって角度が同じって持っていきやすいんですよ。で、今回は長さがわりかし出てるんですけど、長さの比で結構持ってきにくいので、やっぱり基本的には2箇所角度同じとこないかなって探していきます。いいかな。で、さっきも言ったように、円があるときは、ほぼほぼ円周角で攻めるから。いいね。で、まず、一箇所、見つけやすいとこからいきます。まあ、ここですね。この角度。CBD と、ここ。FAE です。ここが同じになります。なぜかっていうと、C と D をスタート地点にしたときの円周角、円周角だから同じなんです。円周角の定理ね。で、もう一個。じゃあ、ここで攻めるか、ここで攻めるかなんですけど、今回はここで攻めます。こことここです。これ同じになります。で、どう攻めるかっていうと、これはさっきみたいにいきなり円周角でドーンとはできなくって、まず、ここと、
ここが同じなんです。なぜかっていうと、円周角、B と C をスタート地点にしてる円周角だから。で、もう一個、ね、効果が効いてくるのが、この平行です。平行なことで、平行になってるので、こことここは、錯覚の Z が発動できるから、錯覚なんです、ここ。つまり、円周角でここが一緒。錯覚でここが一緒だから、当然、こことここも一緒。ごめん、こことここも一緒になりますよね。こいつが間に入ってくれるから。で、二組、同じになるよっていう流れで書いていきます。さあ、入りきるんでしょうか？行きましょう。ちょっとちっちゃく詰めていくの下がなぁ。ヨガ。三角形 BCD と三角形、もしあの見にくかったらね、パソコンの方あの画面表示大きくしてください。申し訳ない。 AFE で、まあ、いつも言うけど照明の時ね、ここで掃除マークとか合同の照明だったら合同マーク絶対書かないでね。一行目でそれ書いたらもうアウトになるからね、他が合っててもさ。で、まずじゃあ簡単な方からいきましょう。円周角の定理より、まあ、こっち書こうか。角 CBD イコール CBD イコール角FAE で、これまあプチ技なんですけど、あのまあ CBD ここ書いたでしょ、時に対応するように書きたいじゃないですか、当然。だから、CB、C どっちだっけ？まあ、これ見やすくて分かりやすいんですけど、もしごちゃごちゃしてる図形で対応するのを見つけにくいときは、ここ見てください、最初の。今回もその問題作った人が、これとこれの三角形の相似証明してねって言ってるじゃんか。だから、これはもう間違ってないわけ。最初の問題通り映してるから。で、CBD って決めたら、CBD、中、左、右って順番でしょ。だからこっちも中、左、右対応させればいい。ってやれば、図を見なくても、別に一応このとこはずれない。ってのは一応できますんで、これプチね。あんま気にしなくていいけど。で、これでまず1個目、バスの方ができました。で、まあ、同じく円周角定理使ってるんで、こことここ、まず書きましょうか。で、ここは、BDC か。同じように書く。BDC イコール、これはまあ対応関係ないから、BAC でいいか。書く。BAC。これ2番だね。で、さっき言った錯覚ですね。よいしょ。錯覚より、角、まあ、BDC と同じにしたいから、BDC だから AEF にしよう。AEF にしようか。AEF イコール角 BAC。3番。これが今、3つ目。3番で書いたのが、こことここね。これが同じだよって。で、もう一行ぐらいいけるかな。で、今やった2番、3番。これ丸ね。こことここが同じって書いたから、2、3より欲しかった、角 BDC イコール、角 AEF。これが同じになりましたと。で、これで、そう、あと相似条件書いて終わりなんですけど、使いたかったのは1番と4番です。なので、1、4より2組の角がそれぞれ、ちょっと待ってね、等しいので三角形、ね、最初に言いたかったやつを結論ですね、 BCD 相似三角形 AFE と、これで終了となります。もうほんと円があるときはね、円周角ガンガン使っていくので、まあ、今回のポイントとしては円周角どこ使えるかなっていうところと、わざわざ平行を今回ね、問題で与えてくれてるので、もちろんこっちでも使えましたけど、平行ね。使ったけど、平行ってことは錯覚使うかなと思ってください。平行あるときはね、ほぼほぼ錯覚です。同位角のときもあるけどね。で、4番やばいね。入んないね、これ。で、4番はここです。ここの面積を出したいのね。でも、当然こんなところを出す公式はないです。だから工夫します。で、
よく、まあ絶対ではないんだけど、よく使う手として、こういう円のね、外側の部分やるときは、扇形から三角形を引くっていう方法を取ります。手法としては。で、どうやるかっていうと、この部分を入ってる扇形を作るには、扇形絶対中心から出さなきゃいけないから、ここはさ、ピーって出てるじゃん。だからこっちも引いてやるの、自分で。ピーって。で、ここを引くことによって、どういう風に引くかっていうと、この扇形、ここね、から、ここの三角形引いてやれば、残るよね、ここの面積。だその方法、その作戦で、いきます。で、扇形を出すためには、必要なのは半径。で、半径は全部で AC12 って分かってるから、これ6で OK でしょ。じゃあもう一個。中心角です。が欲しい。扇形だったら。でもこれもすぐ分かる。なぜかっていうと、A と B、ここをスタート地点にしている中心角なんだよね、ここ。よく見ると、外に円周角60度って分かってるから、中心角はそれの2倍なんで120度って分かります、すぐに。つまり、扇形の面積はもう出せる。絶対にね。で、あとそれは俺が入れれるかどうかだね。いけるかな。ちょっとごめん、詰めちゃってごめんな。4番、扇形の方、いきます。ちょっと行こうか。で、扇形ね。公式は、半径×半径×π、まず、円のね、公式と同じです。だから、6×6×π。して、それに360分の中心角です。扇形は。で、これ、360分の120が3分の1になります。約分すると。で、3分の1とこれも約分すると、扇形は 12π になります。12π ね。では、あと、ここの三角形を求めたいんです。でも、これも出せます。なぜかっていうと、この三角形、まあ、三角形だから、底辺かける高さが欲しいんでね。高さ、まあ、今底辺どこにするかっていうと、ここにします。ここ。で、高さは、もちろんここですよね。だから、この長さが欲しい。でも出せる。どうやるかっていうと、この三角形、二等辺三角形になってるんです。なぜなら、こいつ半径で6、こいつも半径で6だから、同じ長さなんだよね。で、書くとこがなくなったんだよね。どうしよう。あ、右側ちょっといけるか。ごめんね。AC コール12消して、右側にちょっと書こう。ほんとごめんね。ちょっとこう使わないで消していい？今、これちょっと見にくいんで、こうやって起こしますよ。待って、俺これ、右側入ってんのかな？あ、まだ入ってた。ビビってちょっと、斜めがダメになってる。ちょっと待ってね。このぐらいかな？二等辺に見える？いいかな？で、今ここ6ですよね。で、6。で、ここが欲しい高さが。で、今、二等辺三角形をまっすぐ下に下ろしたとき、ここ、下の部分って半分になります。同じ長さになるの。絶対ね。で、もともとこれ6ルート3って分かってるから、半分にすれば3ルート3ですよね。で、まっすぐ下ろした垂線だから直角です。6です。3ルート3です。ここは X と5が高さ。三平方の点使えますよね。ここと同じです。だから、斜辺。6の2乗で36イコール、こいつの2乗、3ルート3かける3ルート3やると27です。プラス、x の2乗。あとこれ解きます。x の2乗イコール9。つまり、x イコール下。はい。ね。入ってなかった。2乗外す代わりに、プラスマイナスルート。つけるから、プラスマイナスルート9。ルート9は3と一緒なんで3。でも長さにマイナスはないから、ここ3ってわかります。つまり高さは3なんです、ここ。これね、書いたものあんま消したくないけど、入らない。ってことで、三角形の方は、底辺かける高さ割る2、まあ、かける2分の1なので、底辺6ルート3です。高さ3です。で、かける2分の1だね。これやると、9ルート3になります。扇形、三角形、両方面積出せました。最初にも言ったように、扇形から三角形を引けばいいので、上から下を引く、つまり、12π 引く、9ルート3、まあ、平方センチメートル。まあ、カッコつけた方がいいかもしれないけどね。これで終了となります。左側に π がくっついてるので、これ計算できないです。これで OK なんです。
いいかな、これが答えとなります。いいかな、ちょっと板書ね、ごちゃごちゃしちゃって申し訳なかったんですが、今回は高校受験対策の図形シリーズの第16弾をお送りしました。まあ、もうね、受験終わりのね、もう終わった方も多いと思いますけども、まあ、もう少し、今期の高校受験対策で取っていきますので、まあ、この、次回ね、一応図形の第17弾取ろうと思ってるんですけど、まあ、次回の図形シリーズとか、他のね、シリーズもぜひね、使ってみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。